はいえー、っと今ご紹介いたまましし小林と申します、えーっとまあ、あの私のタイでは動的過程の計算論という、まあ、非常に固い台をつけてしまって失敗したなと思うんですけれども、まあ、あの今、えー、私の所属は帝京、まあ、大学の福岡にある、えー、今年からまあできた、えー、医療技術学部の医療技術学科というところに所属しております。 でまあ、あのそこでは主に授業をしておりまして研究は相変わらずずっといる九州大学の情報機関研究会発センターというところで進めております。で、えーっとまあ、プログラムをご覧いただけると分かると思うんですけども、まあ、私以外の講演者の方も皆さん名前の知られた保護所ばかりでしてで、まあ、私が多分一番あの若いと思いますでちょっと自己紹介をさせてください。 でえー、っと私は池田先生のところの研究室の出身でして、えーまあ、池田家にいるときにはあの金属微粒子のモレキュラーダイナミックスをしたりしておりましたでそこから、えー、球団に移りまして、えー、九州工業大学にいる高橋さんと一緒に、まあ、何か楽器をやりましょうというので,で、まあ、フルートだったら、まあ、動くところがないので。 全部流体の範囲でで話ができるんじゃないかとじゃあまあそのフルートの画がとがどうして出るのかというのをやってっ、えー、とまあ計算センターにいるわけなのでいろいろ計算機のこともやってきました。でまあ、ご存知の方もいるかもしれませんけども、えー、VineLinux という、まあ、大学でよく使えている Linux があるんですけどもそれの昔の PowerPC のカーネン担当をしたりあ,あるいは、えー、この Mac の上で i m a x か TEF を使って研究をする人に便利なようなそういう研究のためのディストリビューションをずっと10年以上ちょっと取材してます。であと,、えー、と計算関連でこの青字でナレギとか HPCIAE って書いてありますけども、まあ、あの何かというとナレギっていうのはあの10年ぐらい前にえ行われた国家プロジェクトでグリードコンピューティングというものがありました。 でそれはあのまあ日本各大学に大きなスーパーコンピューターがそれぞれあると。それを連携して使えたらよりもっと研究効果が上がるだろうと。じゃあ、それをつなげましょうと。グリッドっていうのはあの言葉はパワーグリッドあの普通の電源ですね。電気使うものはまあどこにもプラグがあるので電化製品はそこに差し込めばどこでも使える。 同じように計算機もどこでも使いにしましょうというのが触れ込みでし,でした。でした。でも今そうなってないことから分かるようにこれはあんまりうまくいってないんです。あのうんえー、とこれ収録されてるんであのこの辺の裏話も結構用意してきたんですけどもちょっと喝采いたしました。でそれを引き続いて HPCI というのがハイパフォーマンスコンピューティングインフラス,インフラストラクチャーという名前のものが ありまして、でこれはケイコンビできましたケコンピューターあれを中心にして Q7 定台とスクーバ等高台とつないでえあのまあ有機的に使いましょうというのがえ出ておりますでまあそこでえっと今流行りのクラウドをあの使っていきましょうという話が出てでそこの担当もマイアレと言われてちょこっとやってました。 でまあ、今日お話しするのはこうやって青字のところに関わるところをしますで、まあ、そのほかですね、えーとまあ、あの学部教育の関連の、えー、今日あの後で池田さんが話されるような話と、まあ、あと、えー、坂東さんや佐藤文高さんとやってる n p ピアインシタンに所属したり、まあ、あとちょっと前にあの、まあ、実は科学的なことが なんか法廷の現場でなんか証人で呼ばれたりするととんでもないことを証言させられそうになるという話がありましてでまああの弁護士の人とあと科学技術社会論の研究者とであと東北大学の本堂さんと一緒にこういった法と科学に関係する研究プロジェクトにも在籍したりしてました。 まあえとこんなことをしている人間です。で、ああ2日間、非常にまあ大御所たちのこう話の内容の濃い議論をずっとしてきて、お使いだろうと思いますので、非常に素朴な話題になるように、ちょっと作り直してみました。で、ああ最初、計算科学のお話。ここ あの先ほど話しましたえと流体音フルートが何で音が出るのかとでまあ楽器なので音を変えますよねで吹きながらフィンガリングをするでこれはまだきちんと計算できてない問題なんですでこんなこともまだできてないのが我々ですでまあ計算科学こういう計算をするにはあの計算機というものがきちんと作られているからできるんであってでまあそう計算機も対象とした科学があります でえー、とこういうフィンガリングなんかをしようとするとあの音を閉じてるときと開いてるときとではトポロジーが変わるわけですね。であの流体の計算するとメッシュを空間をこう細かく切ってで計算するんですけどもであるところでその閉じたときは缶と指なりパッドなりのところはつながってるわけですよね。 で開けた瞬間に前になかとかにメッシュが入り込むで。そういうところは非常に微妙な問題がたくさんあって、そう簡単にできるものじゃないで。あと計算科学、あのまあ、我々ユーザーとして使うときにはちゃんと使えるようにするために資源管理というのをやっていますで。プロセス、これはあの動いているプログラムだと思ってください。でストレージというのはあのハードディスクとかあの US メモリーみたいな、そうやってデータを貯めるところです。であとネットワーク。 であとユーザーですね、まあ、これも、えー、管理対象になっていますで、まああの。ちょっと前まではこの辺で話は閉じてたんですけども、えー、と昨今はあのビッグデータであるとかクラウド、そういったものもう情報インフラとして、計算科学だけでは話が収まらないような、えー、ところに来ていますで、えー。資源管理。 っていうのをこれも,やもちろんやるんですけども、どちらかというとあのメタな感じになります。えー、例えば、さっきの HPCI でしたら、まあ、各大学が計算リストをたくさん持っています。で、それらがどういう状態になっているのかというの,の把握と管理というのにちょっとあの場所が変わります。であとですねあの特にこれ まあビッグデータのあと、このサイバーフィジカルシステム、CPS というものがあるんですけども、これ、どういうものかというと、センサー、遠隔地にいろいろ置いてあるセンサーから、どん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 こうデータが集まってくる、そいつを利用してリアルタイムにまた他のところに何か使いましょうと。で、今、いろいろ研究プロジェクトとして上がっているのが、やっぱり医療系が多くて。 あの患者さんにいろいろとその状態をモニタリングする機器をつけていただいての普段は普通に生活していただくで何か変動が起こったらこの医療クラウドのところにデータが上がって出医のところに情報がいくとまあそういったようなシステムを作ろうというようなあのプロジェクトがいくつかあります。交通流もそうですし まああのこの辺のところは非常に盛んになってあの予算が取りやすいこともあってあのウゴのタケノコみたいにボコボコ出てきてますでここでこれ大丈夫かなって僕はいつも思うのがインフラこういうインフラって止められないわけですよね日常生活のインフラとして深く日常生活に入り込んだら止められないんですよけど今のコンピューターのこういうシステムっていうのは 止めずにずーっと連続運転していけますかと。で一番困るのは、OS のアップデートなんかもしてきますよね。ソフトウェアどん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 バグを修正して、機能も強くなって、どんどん更新していく。その時にプログラム止めますよね。OS を入れ替える時はパソコンを落とします。で、そういうことができないような状況のことを考えないと。 いいいいいいけなななののにそううっった議議論ととが不思思されてていい大丈夫かなと思ってますでまあ,あのこういったところの話をずっと、えー、具体的な素朴な話でしていくんですけども、まあ、結局どうなるかっていうと、まあ、動的な話、まあ、ユーザーがどういうふうに計算機を使うのかっていうを予測するのは不可能ですよねでそういうのは不確定なものへどういうふうに対応していくのかとそういうようなことをお話しする議論するという ことですじゃあ具体的な話行こうと思います。えー、っと、まあ、フルートがどういうどうやって音が出るのかという話です。えー、ここからしばらくはあの気軽に楽しんでいただければと思います。で、えーっとまあ、フルートそのものはちょっと難しいのであの唇が入ってくるので難しいのでリコーダーをモデルにして計算します。で、まああの 単にこれふっと吹けばリコーダー音が出るのでそう難しいことが起こってるんじゃないだろうと思うんですがまず最初はふっと吹きます。で吹くと2口にジェットが出ます。でジェットが出るとジェットが出てそれがこのえ反対側にあるこのエッジのところにぶつかるんですね。でそうするとそれだけでパタ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 とえ振動するようになります。でそこから出てくる音をエッジトーンと呼びます。 でまあ、ここで最初になんか音らしきものが出るわけですね。で一旦音が出たら、えーまあ、楽器には艦隊がついているのでそこで共鳴してで周波数選択が行われると。で肝、まあ、なのはここですね。音が戻ってきて何かしらジェットに影響を与えないと安定した 学問にはならならいわけですで何かしらフィードバックがある。で、まあ、フィードバックがあったらまたこっち1234とこ戻るわけですね。でこうぐる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 回ってる。でそれのおこぼれみたいなもので学問が出ると。でまああの <laughs> こういう大体5つのまあ動的な状態の組み合わせ重なり合いで、えー こういうリコーダーなんか音が出ていると。で、一つちょっとここでえっと言っておきたいのは、あ普段我々が聞いている楽音っていうのは大体 60dB ぐらいの音です。の音の強さとしてはそう,いうぐらいのものです。フルのオーケストラで 120dB ぐらいなので、60dB、これぐらいのものです。で、この共鳴管体内の音圧線が 140dB ぐらいになって、ここに 耳を置いたらもうあのすぐ鼓膜破れるぐらいの音になってます。で、まこういう状況でもあのこのジェットが持ってる流体としてのこのえとエネルギーと音波のエネルギーっていうのを比べてみるとまだ5桁ぐらいの差があるんですね。だからあのまあ流体の計算をしている人だったらもうあのご存知だと思うんですけども、もう5桁も小さいものっていうのは普通はもうゴミみたいなもので、あの。 まともに相手にしないんですけどもそういったものが効いてくるでまあ,あのこういうような単純な話でも動的ない状態に積み重ねとで動的過程として捉えないとなんで音が出てるのかっていうようなことはちゃんとあそうだね確かにそうだねと納得できるところまではいかないとでまあ,あのここから先はこんなふうに計算できましたよという ものを楽しんでいただこうと思います、まあ、こんなふうに、えー、モデルを切ってもともとこの辺の、えー、構造が微細なのとあと音波を扱わなくちゃいけないので、えー、メッシュの幅が0.1ミリですでそうすると、まあ、あの音が3 4 0 m ックでいくので、えー、と空欄条件から時間刻みもこう10のマイナス7乗とか8乗で,きないで進めないといけない。 か例えばまあ音でピーッという音を1秒間出そうとするとえらいステップスになるとでメッシュこんな風にメッシュ切りますでえっとここが透過壁周り透過壁で下がこう壁ででこ,こに楽器を置くというようなのでえやるんですけどもなんでこんなに周りの空間広いかというとあの やっぱりかなりの音が出るんですけどもでそれで10の8乗セップぐらいの長い計算をするとこういうところでどうしてもこれ反射するんですね。で、積もり積もっていろいろおかしなことを起こすのでどうしてもここをある程度広く取って計算せざるを得ないと。でまあやってみるとこんな感じですね。次元の計算を真ん中でこうスパッと で右えー、と左側が、えー、流速コアジェットが出ている、でパタパタやっている。でえー、と右の方が圧力分布で、えーまあ、赤くなったり青くなったりしているところからちゃんと、えー、発信しているということが分かるで、まああの。一応ここまではあの基本的な条件を揃えてやると、出るには出るんですね。でこれから研究開始と。 でえー、っと先ほどまあエッジトーンとそれとあと艦隊から戻ってきた音波とのえ相互作用で楽音が決まるという話をしましたけどもあのそれをえ出したのがこれで,で普通にあの艦隊共鳴、えー、と艦隊つけずにエッジトーンだけでするとこれ横軸あのジェットの速度ですで縦軸が周波数なんですけども、えー、エッジトーンだけだとずーっとこう線形に上がっていきます。 ですけども楽器で艦隊がついていると艦隊の共鳴周波数がどんどんとこうきます。楽器でえこういうふうにジェットを入れていくとちゃんとそういうふうに沿ったところにこう艦隊の共鳴周波数にロックしていくと。ロックするということは単にエッジトーンのまま振動してるんじゃなくて何かしらそのエッジトーンに制御はフィードバックされていると。 で次ですねまああの楽器なのでピッチを変えたいと。ここの端っこのところをえーちょっと短くしていってピッチが上がるかどうかというのが計算できるかどうかというのをまず試してやってみる。同じようにこう、シュを組んで、で、ここの部分をキュッと動かすということをやってみます。 計算しながらその途中でグイ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 ,グイとこうだんだん今短くこの壁が分厚くなっているのをご覧いただいていると思いますけどもこんなふうにして計算をしてみましたでこれはえと時間発展で縦軸がこれを圧力を取ってみましたでまあちゃんんとこんな風に、えー 音は出てるとで、感情変えた部分がこの部分。で、えっ、ー、と、前、感、えー、の長さを変える前と後で、えーまあ、周波数をスペクトルに取ってみると、まあ、こんなふうに、ちゃんと半音分変わっていたと。まあ、あのー、まあ、これは、あのー、議論予測通りに、 条件を変えてみて本当にそうなるかどうかというのの確認なのでまあその通りになってまあこれよかったです。でまあ最後にまあちゃんとこう音厚の開け閉めまでやらないといけない。でどういうふうにメッシュを動かしていくのかっていうようなことをいろいろとやってます。でとりあえずあの非常に音場の強いところでもちゃんと 計算できるスキームかどうかというののチェックを今、えーまあ、終わったところですね。で、まあ、120dB の音波をこうバッタスっていう、えー、メッシュの切り方移動の仕方というところまで目がついたと。 でまああのまあ、こんな形になっていて、ここを上げ下げするんですけども、でこれまでやったところは、まず、まずはこれを連続的に上げ下げするんではなくて、まあ、ある決まった位置のところに置いて、それぞれ計算をしてみて、ちゃんと発信するかどうかと。でやっぱりメッシュ移動っていうのは、先ほどもちらっと言いましたけども、この 周りですね、あの計算してないときはいいんですけども計算していくとこの辺りにいろいろ流体の運動があってますで渦も出ってますでそういったものをきちんと考慮してこのメッシュを移動していかないとあの不自然なことが簡単に起こりますで特にこう閉じたり開けたりする瞬間っていうのはどんなに頑張ってもあの衝撃波のようになのもってますでそうういったととととこをきちんと処理をしようとすると まあ一つのこういうソルバーだけでゃなくて、そういったものを処理する別のプログラムを同時に走らせて、連携させるということをしないとだめですで。これは連成計算というんですけれども、これはまだあの、まあ、標準的な方法というんですかね、こうすればいいという、そういうようなものがまだない、そういう対象です。で、まあ、音声変化を出してみると、えー、っと横軸が、えー 楽器とそのパッのの間の距離ですでえ閉じてる場合1ミリ2ミリ3ミリ4ミリ5ミリとなっていてまあ大体3ミリぐらい開ければ音符は開いていると見なせるというようなところまで今やってます。でえとまあご覧いただくえとものの最後としてフルートの音源はどこかというところまでえ来ました。 でまあちょっとあのぐちゃっとしてますけどもこれえとハウズエナジーコロライまあ HEC というものですけどもこれどういうものかっていうとまあ式はもうここだけでいいですでえと渦度と流速の外積をとってでそれに音響的流速度これ音波ですねでそいつの内積をとってやるとこれがえと負の時は 流体から音の方にエネルギーが移ってますで逆に性の場合は音から流体の方にエネルギーが移ってますとそう言えますよというようなことをこのハウさんという人が1984年に言ったとそういうものがありますでこれはまだあの確かめられてないので本当かどうかあの検証も兼、えー、ねてのことなんですけども、まあ、実際やってみました。 あこれはどこかというとあのさっきのリコーダーの、えー、歌口の部分を大きく取ったものです。で、領域を1の部分と2の部分と3の部分と4の部分というふうにこう分けて、でののさっきの H1 の積分をしたものです。で、まあ見てみると、まあ、グラフを見たらお分かりいただけるんですけども、流体から音の方にエネルギーが移っているのはこの箇所、2の部分。 で逆に1の部分が音から流体にエネルギーが流れていると。でなのでまああの音のエネルギーっていうのは2のところから注入されていてで艦隊で共鳴した周波数がジェットにフィードバックするところは1のところだと。まああのそれ以外の場所があるかって言われたらないので。 まあそりゃそうだよねという結果なんですけども実はこれもいろいろとありましてでこれは2010年去年論文出たんですけどもあの実はレフェリーをするあのまあフランスの方のグループなんですけどもここの4のここから音が出るよというあのなんか名信みたいなものがあってで 4の,の,のとことが出てないのはおかしいというでその理由を聞いても <laughs> やり取りしてもなかなかこうきちんとした答えが出てこないというまああの何ともこうやりにくい思い出がありますまあえと以上でえまあ流体音のお話はえ終わりにしようと思いますでまとめておくと まああのこういうリコーダーから音を出すというだけの簡単なことでも最初ジェットを作ってそれからエッジトーンが出てでその音が艦隊共鳴をして手ュワ選択されてでそれがまたエッジトーンを制御するとでそれのおこぼれで楽音が出るというこれだけの,あの動的な状態の重ね合わせで音が出ているということがお分かりいただければ十分かと思います。 でまあ、こんだけいろんな動的なものがあるとあの不確定要素っていうのも書くところにいろいろ入り込んでくる,くるわけですね。でそこをどう制御するのかっていうのは結局は演奏者の議論だろうと。素人が吹いたのとプロが吹いたのとで何であんな音が違うのかと。でそういうことを知ろうと思ったらこういうような動的なものっていうのはどういうものかっていうようなことをきちんと押さえていかないと。 議論はできないでしょうで今やってるのが、えー、ここですね、えーとまあ、流体とと音,、まあ、あ音は流体にとってもあるゴみみたいなものなんですけどそれがどういうふうに流体に影響を及ぼしているのかというところがまだ分かってませんでそこを今ずっとやってますでですね、まあ、ここから、あのー、一番最初にお話しした通り、まり、あ 計算科学があって、計算機科学があって、情報インフラといろいろ密売階層があるんですけども、そこをずっとこう携わっていて、ああ何が問題になってくるかっていうと、不定性っていうのはどうしても出てくるんですね。やってみて、動的なものってまあ不定性その塊ですけども、それをどう扱っていくのかというようなあの問題が常にあって、 でそれに対してこう解決をするための仕事をするんですけどもどうも対処療法ばっかりのような気がするんですね。で、えー、そもそも論をちょっとやってみようと思います。もともとそういう、まあ、不定性っていうものをどういうふうに捉えたらいいんだろうかというので、えーっとまあ、これ法等科学のプロジェクトの中で知ったものなんですけども。あの 科学技術社会論という分野での人であのアンドリュー・スターリングという人がいますこの人もともとは物理屋さんのようですでまあその人があのこう不確定性というものをどう分類するかというような考えを2010年に出してくれていますでまあこれであれこれとあのいじっていたんですけども、まあ、ちょっと使えそうなのでこの枠組みを使ってちょっと見てみましょう でまあ、さっきちょっと英語で書いてあったんで、えー、っと、まあ、わかりやすく日本語リスチしてみると、えー、マトリックスなん2つの軸ありますけれども、横軸が結果の可能性についての知識のあるかないか。で、えー、っと、この行の方が発生確率についての知識というので、こう、マトリックス4つ作ってる。で、どっちもない場合を無知と、まず、えー しておりますで,あ,そうかちょっとであと,、えー、っとその次の段階でここなんですけども、まあ、多義性っていうのはまあそうですね、あのー、なかなかいい例というのがないんですけども例えば、まあ、皆さん計算機お使いだと思いますけどもそこでなんか設定ファイルのある設定ファイルが1箇所どこか壊れたとしましょう。 でそれどっか設定ファイルが壊れたということは分かるんだけどもでもその結果、どういうふうに計算機が変な動きをするようになるのかというようなことはもうこれはあの、まあ、大体分からないどうなるか分からないそういったものをこう多義性とそんなようなイベントだと思ってくださいで不確定性というのはあの、まあ、これが起こればこういう結果になるね いうようなことは分かるんだけどもでもそれがどういうふうに起こるのかが分からないそういったようなものだとでまあ動的過程っていうのはこういう不確定性のまあ繊維というふうにいうこともできるだろうというふうに思ってますでまあそうかと思って実際こうまた自分自身を振り返ってみると ま研究自身も最初は何だか分からないからそれ始めるわけですよね。最初はもうどう方向性も分からない。で、ここから始めるわけで、で、何かしら、例えばさっきの流体の計算するんだったら、シミュレーション設計っていうのを最初にやります。で、この段階で流体だからナビエ・ストークスをそのまとけばいいでしょうと。 いうところまではまあいいんですけどもじゃあそれで解いて何が出てくるのかっていうようなことはこの段階では分からないわけですねで計算を始めるといろいろ現象が出てきます出てきてもそれがどういうようなものなのかっていうのは分離できないうちはここでここでまたローカルなモデルを作ったりして理解が進んでいくと まああの全部わかりますよというところに行くと、でもちろんこんな一筋でいくわけじゃなくて、ちょこういうふうに結果で始めると思ってもなかったようなものがズロズロ出てくるわけですよね。なんじゃこりゃって出てきます。でそうするとまあそれをあそれは何なんだろうっていうようなことをまた見るためにこう振り出しに戻ったりしてこうぐる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 回ると、でまあだいたい研究っていうのは進めていくと。 わからない音が次々出てくるのでずっとこういう輪っかの中にいるというそういう見方もまあできそうですねと。でまあここまではあの個々人の研究者の話で済むのでまあいいんですけどもちょっと困るなというのがあのまあ情報インフラというかこういうところに話が行くとちょっと困るんです。 でまあ、大規模になってくると、あのまあ、ご存じの方もいるかと思いますけれども、これも、えー、科学技術社会論の分野の話ですけれども、トランスサイエンスという言葉があります。で、72年にワインバーグという人が、えー、言った話で、でその中、一部発スすると、例えば巨大なもの、例えばアスワンハイダムとか、100メガワットのプルトニウム増殖炉、大きな橋などでは、フルスケールの試作品を作るようなことは問題外であると。 さらにそのような巨大装置が稼働するのは100年のスケールでありたとえ試作品が作られたとしても試作品に弱点がないかが確かめられるまで実際の建設を待つというのはナンセンスであるまあこれはその通りなんですけどもあのこれ実際だから大規模プロジェクトで起こることっていうのは基本的に一発勝負なんです失敗するかどうかはやってみるまでわからない で本当にさまざまな不確定要素が相互作用して状況を切り分けるというのが非常に困難なことがずっと起こります。であと、まあ、最初に、まあ、あのこういうことをするんだったらこういう専門家を集めればいいだろうと想定して始めてもそれだけではいけない問題というのが中から出てくる。で、まあ、実際私自身がこれあの計算機グリードのプロジェクトに関わって はいでえっ、ー、とじゃあそれを計算の方に戻ってくるとどういうことが言えるかっていうとあのこのマトリックスの左側っていうのはアルゴリズム化できるのでプログラムにすることができるんですでこっち側はできないんですよ だけども、プロジェクト始まるときってこの辺から始まりますよね。で、こういうところであ、あう i q プロジェクトっていうのはシステム設計するんです。しなくちゃいけなくなるわけです。どうするか。で、これらに対応可能なシステムっていうのを考えないといけないわけですね。けども、今、されてるのっていうのは、成りきのときもそうでしたけども、こういう機能がいりますね。ああいう機能もいりますね。こういうのもいりますね。で、機能をざーっと並べるんですね。 ででまそれを作りましょうと機能はまあそれで列挙されるでしょうけどもその機能をどう機能させるのかと集めた機能をどういうふうにしたらこうきちんと組み合わさってサービスとして機能するのかどう機能させるのかっていう話は全く出ないですで、まあ、それだけでも大変なのにもうあの日常に入り込んできてるそういう情報インフラの根幹っていうのは連続運転性を求められて でこういう大問題がまだ残ってるわけですね。で、じゃあ、どうすればいいのか。実際、プログラムで計算機を動かすしかないわけなんですけども、まあ、プログラムがあって、データがあって、でそいつ動かすためにまあアルゴリズムなんか考えますよね。で、それをどうするかっていったら、まあ、プログラムの中に埋め込んで書くわけですよね。で、書くとどうなるか。 動かしますよねそうすると何かいろいろ予期しない状況が出てくるでそいつに対応するためにまたアルゴリズムを修正したりするでその修正したアルゴリズムを動かすために何しなきゃいけないかっていうとプログラム止めるしかしょうがないですよね止めて書き換えてもう一回動かし直すで今はほとんどがこの、ま、ストラテジーというかこういうやり方です だから現場実際の現場の SE さんというのがもうあの非常な忙しさというかもう過労死寸前の人が数多くいます。で、これにさらに連続運転性という問題がかぶさろうとしていますで。本当に現場の SE さんというのはもうあの大変な顔をしています。で、結局ここから言えることというのがあの、まあ、こういうインフラになるような 連続運転性を担保しなくちゃいけないようなものっていうのはアルゴリズムをハードコードしてはいけませんとプログラムの中にアルゴリズムを書いちゃいけないでどうするかなんですけどもまああのまあ3年ぐらい前からちょっと言ってることがまあ計算機の上にもう一回計算機乗っけようという話なんですけどもあのそれやったらいわゆるあの仮想化技術があるじゃないかと。 あれは計算機を仮想化するというのは計算環境そのものをこう持ってくるものなので全然考えが違いますいや。計算環境そのものっていうのはもういらないものまで一緒に来るわけですよね。非常に無駄が多いと。で、まあ、どうするかっていうと、まあ、まずエンジンがあってでそいつに何を食わせるかっていうと。 まああのアキソムという大イソって名前につきましたけれどもあのルールを書いたものだと思ってくださいルールを規定したものを用意しておくでそれにまあ実際に動かすときにはあのこういう条件で動かしましょうというようなそういうコンフィギュレーションを指定しておくとであとは対象となる K をモニタリングして でもしもこういう想定している状態と違ったら何かアクションを起こしましょう。でまあ、こういうような構造にしておけば、えーとまあ、エンジン、これは非常に軽く済みますね。本当にチューリングマシンそのもののようなもので十分。でえー、ここのエンジンがするものはこのコンフィグレーションとモニタリングの結果、まあ、K, の K の状態と そうあってほしいというふうに書かれたコンフィギュレーションファイルとの間の整合性をチェックするだけ。で、整合性、不整合があれば、えー、とルールからこうしましょうというアクションをひ、対、え、応、ー、を引いてきて、で、まあ、何かしらそうしてくれるツール、まあ、そういったものはもうプログラム、いくつかもうあるわけですよね。で、そういったもののトリガーを引くと。で、まあ、こうしておくと、 まあコンフィギュレーションというのはまあずっとこれまでもあの動かしながら変えてこえたんですけどもえもう一つこのアキソムもこう書き換えていくことができるわけですね動かし続けながらでえとまあここにこのルールのところに書いてないことに関してはそれ書いてないよというアクションを起こせばいいでそうすればそいう人が改めて対応すると。 でまあ、あのこれでいろいろとあのおもちゃみたいなものを作ってやっているんですけども、目下の問題あーで、おもちゃみたいなものというんですけども、えー、とでもこれもあの次の5年間で、えー、と7体台の間を結ぶインタークラウドの管理ツールとして、使、え、わ、ー、なくちゃいけないものなんですけども、まあ、そういったものに向けて今やっています。 アキソムってまあこれ書いたはいいんですけどこれまだ絵に書いた餅でこれをどういうふうに書けばきちんとこういうシステムが回るかというところがあの非常に難しいところですでまあこういうものを作っておくと何がいいかというと自己研究的なことができるようになる動かしながら自分自身を変えていくことができるようになる でえー、まあ自分身の分子みたいなものを役割分担して置いといてでそれを階層化することもできるし他のところに置いといてやりとすってこともできるであとはセンサーとロボットあるいはまあクラウドといったもので、まあ、ビッグデータとかクラウドとかそういったものの制御にも使ういますであと連あ成計算のエンジンにもこういったものが使えると、まあ、状況は刻一刻とかあるところでえー 対応はしてくれるますで、まあ、なぜこういうようなところを、まあ、あの数年来ずっとやったかというと結局はまあこういう構造こういうようなまあエンジンを考えることが動的過程の研究というものと、まあ、あのオーバーラップしているところが多いからだろうというふうに自分自身思います。 まあ出身ですしどっちかというとそうなんですけどもただそういう情報インフラとかあいたところとかかかってくるとあのちょっとまた見方が変わってきてすみませんあの関係としてですね今あのまあ蒸気機関と熱力学の関係のようなものが今のこう今我々がこのう昨日ょうと議論しているところと実社会のインフラにあの入り込もうとしている技術との間の関係というのは似ているように感じます。で えーとこれ、プログラムの頭にありますけれども、想定外の問題が次々と出現することこそ、総発の本質と捉え、問題を作り出す総発現象を逆説的に利用することによって、問題解決が図がれる可能性についても議論すると。で、これがあの実際、待ったなしの状況になっているように思います。こののままいいいくと現場人人間がもうでかろううう何人し,てかしたらいいんだろうっていうようなこう 全部現場に問題を押し付けるような,と進ますなので、あの昨日はあのゆっくりやって失敗してもいいよというふうに言ってましたけどもあの、切実にこういう研究会の成果というものが待ち望まれている分野があるんだとで、それが皆さんの日常生活に深く関わっているんだと、そういう世界があるんだということを、えー、ご承知いただければ幸いです以上です。 いやこれすごく賛成するんですけども僕はちょっと気になるのはえとこれをやってるの o グーグルだからこれを言ってもしょうがないんじゃないかっていうのがちょっと正直な話なんですが僕はまあ何年か前にグーグルのヘッドコーダーに行ってでまさにその24時間365日も止まらないようにやっててだからこれを言ってるのは勝手だけどグーグルはそれをやっちゃってるからガンガンやってるわけでだからこれが問題にならないっていうことが問題。 なんじゃないですか、そういうのもありますか。あ、なるほど。えーとですね、一つあのー、大事な話があって、まあ Google なら Google、まあどこでもいいんですけども、一企業でやっているということでまあイントラなんですね。で、でもでもそれを問題にするんじゃなくて、はい、ここでその、えー、えーと理学的な問題があるとするならば、はい、だってそのページランクにしても GFS にしても、はい、まあ今もちょっと違う名前だけど、えー、まあマッ、まあ、プレデュースにそれを開発して。 その中にの走ってるソフトウェアとは関係なくソフトそのハードウェアとソフトウェアをハードウェアの上でソフトウェアを24時間止まらずに走らせるってことを Google がやっていてでだからそういうことは Google が解決してものすごいけども回しちゃっててだからこのことはそのまあそういう意味じゃえとプラクティカルな問題としてもう考えなくちゃいけないもうかんやられてる問題なんでえとこれを今問題にするのはなんとなくちょっと。 まあアウトオブデートな気がちょっとしちゃうんですけども、その辺はどうですかあとすると、逆にこういったものがその情報の、えーまあ、アカデミアのところで全く出てこないと。情報のアカデミアっていうところにはそう気になっていて,そて、えーえー、そうですそうところにそんなものがあるのかっていうことがまず問題で,、はいえー、で、もう一個はそのさっきの最後の話も VM、まあ、ってことでもうガンガン使ってるじゃないですか、バーチャルマシンで。だから、基本的に今言った問題っていうのは、いわゆる情報のアカデミアっていう問題は、もう そうすよね。だから気丈の空論的な問題はもうそれだからだからこそグーグルが偉いっていうところはディープラーニングもそうだしだからそのアカデミアで考える前にもうでに走って、まあ、論文にする前にもブログにガンガン上げちゃってるしそれでその「2 0時間ノンストップで」って言ってる考えてる前にもうそのシステムをものすごい業で構築して世界を作っちゃってるっていうのが。 現ええ、あのー、もちろんそういうふうに技術はあると、VM も、あのーまあ、止めらずにそういう、あのー、やる技術はあるって分かるんですけども、もじゃあその VM の中身をまた変えつつ、っていうかまあ同じものをこう他のところにマイグレーションして、でライブマイグレーションして、動かしながらこう変えるっていうことができるってことは分かるんですけども、もじゃあそれで今その v M で、VM、えー、の上で何か使っているとしますね、サービスを。 でそれをそのサービスを止めずに中をバージョンアップしていくってことはまだ無理なわけですよねでもその例えば、えー、と Gmail とかも日常のものだから鉛筆とか水いみたいになってるわけですよだからそのもっといい水をみたいなそのだからセカンドオーダーの今話のように聞こえちゃってだから最初に作ったファーストオーダーで作った Google がやっぱり偉くってそれでも。 すでに世界に構築されちゃっていてでもやっぱりもうちょっとおいしい水を飲みたいよねとかそういう話に聞こえるんだけどだから基本的な部分っていうのが非常にこう構築されてしまったでそのために、えー、とその情報科学とかそういうのは大学でやるものは何が残ってるのかとかあるいはアカデミアとしてやるものってのは本当にあるのかということが問題になってるんじゃないですか例えば計算パワーって追いつかないしでもそれとは別に Google が作ったそのまあページランクからウェ,ブウェブクローラーから始まってその5つの審議みたいなものが今言ったことをまさに実現して作っているわけで。と僕は思うんです。それだから今話聞いたのはでもそれグ Google がやりましたよねとしか言ような気がしちゃうんですがいや、そうではないです。そうじゃない部分っいうのはディフが分わかんないんですけど。<はい S 1> えーっと なんて,言ってないんでしょうね、あのー、そのまあ24時間あの動かすとかまあ連続運転とかそういったような話は一応そのできてるにはできてるんですけどもその仕方っていうのはこれまでの,その計算機の使い方の延長線上ですよねプログラムっていうものをどういうふうに書いてるのかアルゴリズムをどういうふうに計算機に乗っけるかと。 みんなプログラムにコードして書いてやりますよね。でもそれやってる限りアルゴリズムが変わったらプログラム自体変えなくちゃいけないもうそれで。それでもいいじゃないかと。サービスとして使えていのはいいじゃないかっていうのもそういう話はそれが終わりです。でもそういうの計算の仕方ではなくて本当に動的なもの、不確定なものが出てきたときにそれ,をそれをどういうふうにこう除くかとででそう。そういったようなことをするときにだからもうあのプログラムとして置くのは そういう判定をするものだけにして、アルゴリズムも,もうプログラムを外に出すとい。そ僕はそなんでそういう質問したかというと、はい、まあ最初の方の話は前半、はすごく面白くって、基本的な問題、よく分かっていると、フルートでこうジェットがあって、どうやったこと出る、だから、グーグルはまさにその同じように、プラクティカルに Gmail を送るっていう問題を後半のもとに解いてるわけですよ。 だから前半の問題のと時にいやでも大力やすごい流体力学があって境界値問題を解かなくていけないねって言ったらまあなんか抽象的でそういう問題もあるけどねと思うけどもフルートの問題にして、とさんにばわって立ち上がるじゃないですか同じことをやったのがグーグルで今言った感じなんとなくぼんやりしてるじゃないですかでも、グーグルがまさにその問題に関して10年前に走らせて構築した構造っていうのがすでにあると僕は思ってるんですけどあまああのえと捉えきれてるかどうかはちょっと。 自信がないんですけどもあのあの、ご質問の意図、えーとまああの実際にそうですね、あのえーとまあ、こういったような、えー、今日私がしたような話のなぞったようなところができているかどうかというと、グーグルはかなりのことをやっているということは、もうそれはあの議論のうちないんですけどもで、これで例えばこういうような、もう本当に軽くてであの、高速に動くようなもの。 でそれがないとまず一つ言えるのはあの、連成計算っていうのができないです。あのナノセックぐらいのところでわーッとやり取りして計算をしないといけないようなものっていうのは、あのそんな VM のような重たいものではもうちょっとできない。だこういった軽い小さいものがどうしてもいるとで。しかもそこでナノセックのオーダーでこういう不確定要素に対するものを処理をしようと思ったら、 もう自己研究的なものを何かしら入れないと無理でしょうと、旧来のようにアルゴリズムはベターとプログラムに行そろそろパラダイム変えませんかというのが言いたいことです。